一般総行補正とは、陸上、海上、航空自衛隊において、将来、そうになるために訓練される、非人規制隊員たる市のことであり、従来の一般総行補学生と総行補士に代わり、平成19年度から募集を開始した新たな任用区分である。略称は、陸時、海時、空時ともに、補正。受験年齢は、入隊時点で18歳。 以上33歳未満の日本国籍を有する男女。従来は、幹部自衛官を除く、一般的な自衛官の募集は、任期生単位たる2種の採用しかなく、一定の勤務期間を経て1市市長、3層へ承認していた。そこで、当初から、総候補者を非任期生単位として採用する、一般総候補学生制度を、昭和50年に設立した。しかしながら、 一般総候補学生は原則2年で全員が総に承認してしまうため採用数が限られるとともに市としての継続的な勤務は期待できず他方任期性単位では総承認への門戸が厳しく任期が来て離職する場合が多かったそこで平成2年に非任期制として離職率を低減させつつ市としての継続的な勤務を経て将来的に総への 承認を保障する総候補士制度を設立した。しかし、総候補士制度は、平成18年度募集、平成19年度入隊者の第17規制をもって、募集業務を終了している。これは三次永隊共通で、承認試験に落ち続けても7年で、自動的に承認できるという安易な考え方をする、総候補士の自覚が欠如した隊員が、年々増加し、 承認試験の平均点も一般単位により悪化、制度の存在意義が問われたことなども背景として挙げられる。そのため、平成19年度から一般総合補学生制,制度と総合補士制度を統合、一般総合補正制度に改められた。一般総合補正は総合補士とは異なり、自動的に総への承認が保障されるわけではなく、総への承認が見込まれなければ、 退職を余儀なくされる。二等陸、海、空手として入隊後6ヶ月で一し、一年後には市長に承認し、その後は選考により正式な総候補正たる市長に指定される。陸、海、空総候補生過程の教育を受けた後、三層に承認するで2年9月後に承認する。陸上自衛隊の場合陸総候補生たる陸市長の指定を受けると、 陸層候補生課程を受ける前に所属部隊にて、2から4週間ほど、陸層候補生履修全教育を履修し、家庭教育についていけるための体力の向上、最低限の知識を学び、事後、各方面混成団霊下の陸層教育隊及び、女性自衛官教育隊で、陸層候補生課程及び三層承認試験を受け、各職種ごとの学校等において、 初級陸層特技課程の教育を受けた後、三等陸層に承認するのである。ただし、非認規制とは言うものの、層への承認が見込まれなければ、一般走候補生としての資格を失う場合があるを余儀なくされる。具体的には以下の通り、陸、海、空港補正課程の成績不良場合一般走候補生として、 ふさわしくない行為があった場合、心身の故障その他の自由により、陸、海、空走行補正過程等を終了できない場合しかし、一般走行補正に対する人気満了金、支払い義務は生じず、結果、国としては自衛官の退職に際しての人件費の莫大な削減が見込めるとされている。三荘承認後は、主として前線での指揮を行う。 高卒者なら実務経験4年で大卒程度であれば実務経験1年で一般幹部候補生部内選抜試験の受験資格を得ることができる。無論、校舎に至っては入隊直後でも一般幹部候補生採用試験を受験することができる。前期課程終了後、陸時は各部隊等に臨時設置される教育隊で、開時、空時は十課学校で、 十家教育を受けた後それぞれの部隊に配属され、部隊実習に入る。一般総合補正希少と制服一般総合補正希少をつけた一般回装候補生以下は、制度開始からの採用実績退職した場合、退職金は人気性単位の計算方法と違い少ない。将来的には1万人程度にまで採用数を拡大することで人件費の抑制を図るとされている。 平成21年度から平成23年度は年2回に分けて採用試験を実施してきたが平成24年度から平成28年度までは周期1回のみの試験だった平和安全法制成立に伴い平成27年度25,092人の応募数で平成26年度より2割減少平成19年度に現在の採用区分になって1個ピークだった 平成23年度から半減している。景気好転に伴い公務員への内定自体者が増加傾向を示していることから平成29年度より採用試験を春季、秋季の2回制に戻している。一般走行補正である自衛官の任用等に関する訓令の概要。2014年12月15日閲覧。 10人の同期のうち3層への承認は平均6から7人程度で、残りは一定の年数経過後は異岸退職となる。ただし、回答用紙には現役自衛官か否かを表す欄がある。平成29年度に、全通寺駐屯地から移中平成28年度末に、愛浦駐屯地から移中2018年8月28日、読売新聞長官一面朝日、 新聞発行週刊朝日12月11日号24ページ自衛官リクルート作戦公務員自体者属質の影響はありがとうございます。